じゃん。じゃん。かっこいいですね。早速前も向いていただいて、このこだわりポイントはどこですか？黒です。腰道具解体新章。今日はですね、ゲストにお越しいただきました、浜松からお越しのマスヤスタジオのマスヤさんです。今日よろしくお願いします。お願いします。業界では知らない人がいないというぐらいの。なんですけど、簡単に自己紹介を。静岡県で看板屋をやってます、マスヤスタジオの中村です。中村さん、はい、呼び方はマスヤさんです。あ、でいいです、はい。看板屋さんってもう創業100、そうですね、120年ぐらいですよ、はい、ね、ホームページ見たら明治って書いてある。そうですねすごい長いだけです。いえいえ。で、そんなマスヤさんも腰道具をこだわりがあるんですよね、うん、まあそうですね、はいはい、でそれを今日お見せいただきたいと思うんですけれども、はい、うん、こちらにあります。スーツケースで持ってこられた、私初めて見たんですけど。あ、そうです。皆さんそういう感じなんです。いや、はい、車で来てないので。あ、電車で、新幹線で、新幹線で来るから、新幹線プラスお迎えの方じゃあここからちょっと出していただきたいと思います。何が出てくるのかな、タンちゃん。いでよ、進路ってなんか危ないものが入ってない。いや、大丈夫です。なんかそういうイメージじゃあ、開けます。うわ、うおー、かっこいい黒いすごい。あ、どうします、出します。出したいです。ガバッとして、すごい、これもすごいですね。すごい、むっちゃすごい。黒って感じですね。黒がお好きなんですか？そうです、昔からそうですね。もう何に関しても黒なんで、強いですね、こだわりが。強いですか？はい、何に関しても。ここまでこうこだわって組むまでどれぐらいかかったんですか？1年ぐらい。ちょっとずつ変えてるんで。結構じゃあこの絵でもうマスヤさん的には完成に近い感じですか？あ、そうですね、とりあえず完成に近いですね。すごいな、もうスペースがもうびっちりやもんな。でも最初はステンレス使ってましたけどね、うん、で途中からアルミのブラックに変えて、でチタン買ったんですよ。チタンプレート変えようかな思ったけど、ちょっと黒のイメージついちゃってるから、うん、まだ使ってないです。あ、じゃあ皿で眠ってる。そうそう、眠ってます10何まで10何まで。はい、まずこのベルト、田島さん、田島さんのベルトですね、はい、とハーネス。ハーネスは椿モデル、ニックスマット。で、あとここやっぱ目いくんですけど、これ松井社長が。そうですね、はい、UV 印刷で、松屋さんのご要望で。あ、ここにも入ってます。そっちはレーザーか、これ。これも可愛いキーホルダー。これ、はい、ここレーザーかこれ、ね、このソケットなんか素晴らしい。このソケット、これは富士屋さんですね。富士屋さんのソケットにカスタムをされている、はい、そうですね。プレートはプレートですか？あ、そうですね、これニックス、ね、視聴者さんから質問がある。これどうやってるんですかっていう。これ、あれです、普通のアタッチメントですね。はい、パイプにこう、うん、ビスになってる。そうね、こういったやつのあれやもんね、アルミ板。あ、なるほどなるほど。で、こういうのは自分でね、パイプの短く切って。ほんまや、なんか短いですね、はい、確かに。これが自分でやるの。そう、ここが、そう、ここもよう質問ある。こうどうされてるんですかってパイプ。ここはもう自由なんで、それぞれ。で、これをちょっと上げると下に繋がっているのがカラビナ。はい、看板屋なんでインパクト一番使うんですよ、うん、おすすめのインパクトとかあるんですか？まあ、僕はずっとマキタです。バッテリーがマキタなんで、うん、で、揃っちゃってるんで、もうマキタが。マキタ使う、うん、ちゃんと黒が、うん、やっぱり黒なんで、それを上げるとまだここにもなんかいっぱいついてるんですよ。あ、狭いとこをこう箱文字とか、うんうん、ああいうのをこう閉じるときに狭いんで、はい、でこういうやつ。これは何のドリルですか？これはあの穴を広げるステップドリル。うんうんうん、これも閉じね、外しできますもんね。ガチャンと。つながりがある。ここにダストボックス。やっぱニックスさんのものを揃えたいっていうのもあるんで。そうですね。はい、ここはね、さっき紹介させてもらってペンがついてるんですね。はい、マジックですね。そう、こういう風にやってます。もともとついてなかったけど。そうですね、つけてもらいましたね。で、セーフにカチャッと、はい、入るようになってる、はい、で、次お隣こちら、はい、このプレート、これもニックスですね。はい、そうです、はい、黒唯一無二です。これはチタン補強を入れてありますね。あの曲がらないように。あー、はいはい、この裏にね、はい、硬いですもん。硬い、はい、あんまり。これめっちゃフィット感ありますよ、これね。そうですね、これここ、こちらだな。すげえな。うまや、うまや。で、これはあの似てますね。松井さんが最近やってる、煮込んでるやつ。そう、煮込んで。もともと黄色なんで。黒くしちゃいますね。はい、黒くしてる。いや、ここフィットめっちゃしてるもん。フィットめっちゃカチッて入ります。気持ちいい。で、次お隣、腰袋ね。かっこいいですね。これもなんかちょっと硬い。そうですね。インナーケースもちゃんと入れてる。あ、インナーケース入れてるから、ね、
はい、これマグザラ、艶消しブラック。一応マグザラブラック担当なんです。市場にまあもう普通に販売されてるんですけど、マス屋さん用にメーカーさんが最初提供したんです。だからもう一応これ担当です。それって、真後ろで使いにくかったりしないですか？なんかこれ、あれですよ、現場の時はこっちにつけたりして、ビスをつけといて、こう、インパクトで、はいはい、で、あの足場の、ちょっとビスあ、リアル足場のカンカンとかにもつけれるし、はい、足場作業で、これモニックス、ちょっと出せないですよ。スリーフェイクと、うん、物差し、ここにも入ってます。それは貼っただけです。あ、貼っただけ看板屋なんで、自分のところのシールがある、はい、これなんでこのメーカーさんを使っていらっしゃるんですか？なんかこの形と色が好きで、長さもこれちょうどいいんで、うんうん、確かに。で、ここはさりげなくミックスの、ね、はい、ロゴも入ってます。ここにこれ忘れてました。はい、もう黒い光ってる。これ一応マス屋仕様。マス屋仕様、ほんまや、ロゴが入ってるそこにいる人が、そう、そこにいる人が、マサさんカスタム出演してくれない特別カスタムして、特別カスタムそう、これも自分で一応データを送って、あ、このデザインを考える、はい、で、まあ細かすぎるとできないって言われるので、そこをこう折り合いつけて、めちゃめちゃめんどくさかったできる範囲の妥協したデザインです。そりゃヘルメットなんか、タジちゃん、はい、めちゃくちゃこだわりあるから、もう今井さんがそら、そうすげえ勉強なるって言ってる、喜んでる。これハーモン黒刃やね。一応黒刃でしょ。黒刃はなるじゃないのってありますけど、あるけどね、黒刃、まあ、黒使ってるんでしょうねもう昔からなんですよ、黒の長いですね、黒の何に対して反応しちゃう。じゃあ、はい、ペンですね、はい、いいですけどこれ商品あるんですか？これはあれじゃないですか、小関堂さんの、はい、なるほど。で、これはあの、ね、ニックスさんの、あ、はい、ニックスって書いている。そうやね、でも小関堂さんです。そう、あ、そうなんですか、かっこいい。これあれですよ、赤なんですよ、実は。若いやつ、そう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 、これ前はやっぱ赤のまんまで赤が目立ってたから、一緒のことだけ書いてます。めっちゃキャップだけ黒のやつに差し替えてる。これ本邦初公開やもん。そうですね、これ。はい、今ずっと右から順番に来まして、あと左半分のところですね、はい、で、ここにあるのもニックス。そうです。ここ何入れられるんですか？ここ、そうそう、事前テープと、あとこれはさっき使ったの、はい、手前と、あ、このビス、これの、はい、ああ、これですね、はい、これね。で、ここが富士屋さんの空気のペンチとニッパーですね。そのお隣って、またここもニックスのプレートですね。はい、はい、そうです。これはプロキン、これとまた違うんですか？これはネジを外しやすい、ネジザルスってメーカーのやつとほとんど一緒なんで、プロキンが出してるってこと。富士屋、あ、そう、富士屋で、これもまたカスタムされてます。はい、ダイマスさんで、はい、そうね、これも レーザー加工、これレーザー加工、はい、もちろんあのデザイン提供はマス屋さん本人です。うわー、すごい、かっこいい、めっちゃかっこいい。これ天候ナーフですよね。はい、こんなところにもできるんですね、裏表、こだわりですね。で、続いて手袋が出てきました。これはあのまた中の奈良の電気ですね、カラーインタルデータ、まあ、ロゴですか？ロゴが入ってます。これも黒で、はい、パンダ手袋って言われます。パンダみたいな、ちょっと汚れちゃってますけど、あ、本当だ。で、最後かな、はい、ここなんかニックスってロゴが入ってますね。あ、そうですね、入ってます。ちょっと出していいですか？あ、どうぞ。ここの黒は自分ですか？いや、違う、これもそもそこういうもう全部ご自分でされたのかなと思って、はい、で、これ自体も黒いし、はい、で、これ田島さんのライトですね。あ、ライト、これも元から黒だった。元々も黒。あ、ここにもこれも一応、あのロゴとかは入れてもらってます。ちょっと削れちゃってますけど、うんうんうん、で、まだここにもありますね。これは田島さんのコンベックスロゴ入り、自分で貼った時、あ、シール貼ってますで、ここバリスティック、そうですね、これだけバリスティックですね。はい、あえてバリスティックなんですか、これ？いや、これバリしか出てないんですよ。あ、そうなんですねここにやっぱあの携帯入れますね、はい、現場の時は。で、どうやってつけてますの？あの、田島さんのショットは、それ、ね、セフ対応なんで、セフ対応の、うん、ち
通り今紹介してもらいましたけど、ヘルメットもかっこいいですよね、はい、これはまあ僕結構気に入ってますね、後ろとかを。すごいですよね、これ。これは印刷、UV 印刷。印刷だ、普通でたここデコボコのとこできないけど、できると。細かいですもんね、うん。そうですね、これはちょっと看板やなんかですね。僕らより全然いい感じ。カッティングだとここまで細かいの。いやー。じゃあここ日差しの方もちゃんと。あ、ほんとや。これも細かい。見えるかな、まあ、ね、ちょっと後で入れてほしいですね。うん、はい。ちなみになんですけど、全身のコーディネート、今日のファッションのポイントは？いや、すごいですね。いつも作業着も黒だし、私服も黒だし、クローゼット開けたらもう黒しかない。あ、そうですね。お家も結構黒い。いや、お家はさすがに黒くないです。壁紙とかは別に白いです。単純あれやで、黒の作業服のデニム買ってまたそこで染めはんの、はい、あ、そう、染めますね。まだ黒にしたら、まあ、さらに真っ黒にするために黒さが足りへんって言って。好きな漫画とかを、まあ、読書とかされる漫画ですか？はい、ブラックジャックです。今日はたくさんお話聞かせていただきましてありがとうございました。まさやさん、インスタもされてるんですよね。はい、はい、なので概要欄に貼らせていただきますので、ぜひ黒好きの方じゃない方もチェックしてもらえたらと思います。はい、じゃあ今日もご覧いただきましてありがとうございました。それでは皆さん、大松バイチ。